以上によるゲーム実況。今回は、3月25日に開催しましたマリオカート Wii のフレンド戦の、実況を後付けでやっていきたいと思います。今回ね、この9人で最初は1グランプリ目走っていきたいと思います。では、レースが始まるまでカットします。で、今回ダイジェスト版です。というわけでね、第1レース 100cc だったんですけどね、最初 GC マリオサーキットでやっていきたいと思います。ね、今回、走りが悪かったところは全部3周目だけをピックアップしてやっていきたいと思っております。まあ、今回回線がちょっと悪かったけど、まあ大丈夫でしょうかね。はい、というわけでね、3レース目までカット。はい、というわけでね、6位、7位ぐらいで3レース目入ったんですけども、まあ、ほんとね、っていうかもう全体的に走りが悪かったって感じですね。もうここで雲、じゃなくて、ゲソが出た時点で、もうダメだなって若干思いましたけどね。で、ここですよね。8位で、もう、なんだろう。2つ前だから、アイテムがいいの出るだろうと思って、多分、キンキンだったかな。出て、もう、ここはもう、最後、だから前に行くと思ったら、もう、赤コーラですよね。見えちゃってる。で、ですよね。サンダーで赤コーラ、暗いの。で、ここで止まっちゃって、最後、以下。これでダメでしたね。はい、もう挽回できないと。なんとか7位ですけど、いやー、初手でね、こんな悪かったから、本当に。もう、もう今日は本当調子悪いなと思って最初フレ戦臨んでましたね。はい、というわけでね、第2レース、行きましょう。では、カットです。はい、というわけでね、第2レースはキノピオファクトリーですね。で、3周目は3位発進。まあ、前のね、2人、トレモロさんとトンジルさんはものすごく速いんですけど、自分で置いたボム兵にね、当たらないようにしの、ここは、なんだろう、まあ、4位で行って、最後、ここら辺の処理ですよね。まあ、箱に当たるっていう、ここも大回りしていきの、近畿の、まあ、5位、まあ、9人戦だったから、まあ、5位で近畿の出たのかなっていうあれでしたけど、まあ、そこ、ここら辺、壁ゴムですよね。最後、アイテムが、取れたけど、なんか、落としたような気がするな。いや、キンキノか。なんとか、なんとかでも前に出られなかったのか。最後、全然仕切り直していけなかったかな。というわけでね、4位。でも、まあ、最初 1レース目が7位だったんで、若干あんまり点数上がらないんですけど。はい、では3レース目いきたいと思います。はい、というわけで3レース目はね、運ゲー。64マリオサーキット。まあ、こう、順位、後ろの方の順位で発進なので、いいアイテムを、ね、狙っていきます。で、ここでトゲ。もう、この1グラフリ目はね、本当にトゲが多い、レースが多くて、1位出たらすぐトゲが来るみたいな感じでしたね。で、2位。前のトンジルさんを追いかけていきます。で、緑コーラ3つで防御を固めていますが、で、ここですね。ものすごくアウト逃げて、そう。あれって。ほんと、あれあれなんか、インコースの方行かなかったって思って、インコース行ったら、潰されるという。で、最後サンダーですね。もうアイテムないと。いや、ダメダメでしたね、ここは。もう引かれた時点で。まあ、サンダーが多分もう最後だろうなと思ってたけど、ちょっとタイミングが悪かったですね。最後抜かれて、打開で、6位。これも悪かったな、本当に。そう思います。ね、全然ね、順位が上がらない。というわけで、もう上が離れすぎてますね。はい。というわけで、ファイナルレース。これは、全部良かったレースなので、実況していきたいと思います。6位発進。最初のアイテムがな、良ければいいんですけどね。まあ、最初取れるかが心配です。まあ、前のね、人たちの、アイテム争奪戦8。もうこれですよね。順位で、この順位で、木の差が出ると。もう、キノコ使っても前に出ます。で、ここからですね、逃げます。1位で逃げる。これ当たり前ですけど、ね、そんなにね、壁ゴンもなく、悪くない走りをずっとできてたので、意外とね、逃げれるかなと思って、前走って。まあ、トゲが多かったので、ここはもう、キノコ1個握っとかないと、ダメだろうということで、逃げてます。で、ここですね、処理がなんとかうまくいき、あれ、後ろとも結構差ができた感じで、ここでもショートカット行ったんだ。そうだ、そうだ。思い出した。なんかトゲが多かったけど、もう差を離せば、なんとかなるだろうっていう考えでやってます。だからこれぐらいのね、なんか
1周目で差ができたので、あとはもう設置でなんですけど、設置がうまくできてない、下手くそだったかな本当に。でパウも、パウのせいでダッシュボード乗れず、どこまで加速できない。でもまあね、後ろとの差は結構できたんで、結構安心してましたね。もう本当逃げ切る感じでつもりでしたね。だから後ろからの攻撃もなかなか来ないという感じで全然やってました。まああとは処理をミスらなければ1位でいけるだろうってね、この時はねまだ全然思ってましたし、地面に後ろも攻撃して差を、ね、引き離せばいいかなって。ただ後ろはね、後ろでいいアイテムが出るからなと思いながら、今のところは何事もなく1位をね独走しております。3周目ミスらなければいいんですけどね。まあトゲも来ないっていうあれが不思議な現象がありましたね。この4レース目だけは、ね、これがフラグでしたね確か。あれあんまどうだったっけ。でこうなんか若干差が縮まってるんですよ。やっぱキノコ類とかがやってたのかなと思って、で最後壁ごもなくうまく走ってるつもりなんですけどね、後ろは多分マリオはトンジルさんかな。でここであれだ来て、もう差は一気に縮まってデスコーン。もうこれはどうしようもなかった。でここで操作ミスって行くけどサンダーバーに当たると、これですね。もう最後最後本当に最後、あんなに独走してたのに最後ミスるからこういうことになるんですよね。で前を取られる、で巨大なのに逆半切って大回りしちゃう。もったいなさすぎるんですよねこれが。はい、というわけでね、いやまあ1グランプリ目はもう4レース目がちょっと良かったくらいで、走りがその他全然ダメでしたね。まあこんな感じでプレゼンのね1グランプリ目やっていきました。今回ねカットなど多いと思いますので、2グランプリごとに上げていきたいと思います。というわけでね、次は1人増えまして10人でやっていきたいと思います。紹介をしときます。ピロさん、トンジルさん、ま、主様かな、主さんとリーフさん、トレモロさん、アッシーさん、ファーロさん、ソボ、これゾロノさんですね、とアームさんの10人でチーム戦やっていきたいと思います。自分はねルイージーのマッハバイクでやっていきたいと思ってやっていきましたね。でチーム戦はね割といいレースが多かったので、なぜかまあ重量級結構使ってる機会が多かったので、久々にワリを使った時の感覚はダメで、多分ねうまくいったんだと思いますので、レース実況していきたいと思います。まあ、とりあえず自分1位発進なんで逃げます。で後ろが味方なんで、あんまり設置もせず壊されないように、う逃げるだけですね。でよく後ろを見ながらと思いますけど、まあ結局サンダー振ったらそのチーム結構有利になるんで、ただどうなるか分かりませんね。一番後ろをね青チームが締めてくれてるんで、サンダーは振らないだろうと思ったりもしてました。でここはね置いても後ろが青だったから潰されて意味ないなと思って、で違うところに置いたのかな、確かにここか、ここに上がってきてショートカットしてくるだろう的なところに置きました。で後ろが変わりました。2位が赤チームがね迫ってきたので攻撃を開始したいと思います。開始しますね。当たらないんだよな、インコース通り過ぎてるのかなと思いながら、まあでも偽棒ね意味のないところに設置するので、そうなんですよね。でまあ一応離れてるんで設置で逃げていければなと思います。チーム戦なんでね、チームのあれは当たらないという利点があります。だから壊さないようにはしないといけないなと思いながらやっておりましたので、まあ後ろがね微妙な形で詰まってるんですよね。自分が1位で逃げ切れば問題はないですけど、なんとかねここの処理もうまくいき、あごめんなさい嘘ですなんとかねうまくいきました。でまああとはサンダー来るだろうという予想をしながら、まあ2、まあ、結構差はねそこ後ろ詰まってるんで大丈夫だと思いますね。だから一発逆転できる距離ではあります。
ただどんな感じにね、後ろが上がってきてくれるかを待ちながら。で、スイッチはね、必ずしていく。いや、もうこれは逃げるだけでしたね。1レース目。とりあえず1位発進でうまく走れましたということで。で、後ろからの、後ろは結構な、微妙なんですよね。赤が結構固まっちゃってる。さあ、まあ、ここはまあ、1位でね。最後、サンダー、結局サンダー振らなかったか。振らなかったですね、サンダーは。まあ、とりあえず、こんな感じで、1レース目、終わりました。というわけでね、あ、サンダー振った、青。さあ、最後どうかな。あ、上がってきてますね。若干上がってきて、最後。青ラッシュかな、まあ、ここであんまり点差は離れなかったかなと思いますね。はい、というわけで結果出ます。はい。まあまあかなっていうところで半分半分。というわけでね、次のレースが始まるまでしました。というわけで次はワルイジスタジアム。ここも割といい走りができたんで、全部見せていきたいと思います。というわけで1位発進だったんで、とりあえず逃げることを。ただ 100cc だったんで結構操作感覚違うんですけど、まあまあまあちょっとミスもありながらの味方の潰し合いがね、結構ですね。リーフさんが前に出て逃げてますけど、これを追いかけていったんだよな。そう、なかなかね、攻撃アイテムが上位にいると当たらないというか難しいので、1周目のね、ここでサンダーです。これだけだったと思いますけどね、本当サンダーはこのレースは。ただサンダーですよね、もう1位が逃げちゃいますから、完全に。とりあえず自分は後ろからの後続をね、立とうと後ろに設置してます。もう結構前離れちゃったんで、なかなか攻撃当たらないだろうと思う、大車輪もなんかしてるんですけど、前も攻撃してるけどダメだったんですよね。やっぱキノコ系とかでショートカットができないのかなっていう。で、キノコ出ましたんで、ここでミスるとね、いやー、もうこういうボンミスのせいで逃げられるんですね、前に。で、パウも来て、アイテムを多分落としたんでしょうね、まあ、みんなの後ろが。なかなかみんな上がってこれないご様子で。でも自分は後ろをね、とにかく潰すことを考えてますけども、前の二人もね、後ろしか攻撃してこない。これ危ないですよね。挟まれてる場合が一番危ないですよ。とりあえず後ろ後ろという気持ちで、どんどん潰していっております。ただここね、ショートカット勢が強いからね、前二人追いつかないですね。きついっすね。点差は離れちゃう。さあ、残り、ちょっと。サンダー結局最初の1つ目だけでした。いやー、残念だ。惜しかったんですけどね。まあまあまあ、この1位、2位を取られたのは結構きつかったですね。はい、というわけで無事ゴールしました。いやー、やっぱ前攻撃できないのはね、きつかった。結局差が縮まらないですから。はい、というわけでね、次のレースが始まるまでカットしまーす。点差はね、ちょっと開いたかな。うん。というわけでね、これ、レース悪かったんで、3周目だけの、あれになります。まあ、1位発進でね、いいなーと思ってたんですけどね。で、ここも、確か攻撃来たけど、なんとか防いで、ここのでダッシュボードで、パウ。ここまではね、悪くなかったんですけど、この後か、この後の混戦ですね。後ろ混戦すぎたおかげで、一回ミスしたらもう全部持ってかれって感じで、いや、で、設置でしてるつもりなんですけどね。これ、せっかく3位で、もう1位のトンジルさんが、ね、逃げちゃってるんで、自分はミスらず3位をね、目標に行ってるんですけども、ここですね、ここの赤コーラからの、で、ダッシュがたまらないウィニターブ。で、最後、バナナに当たりの、抜かれます。で、
最後な、順位が悪かったんですよね。もう最後のあの赤コーラからのね、ミスですね。はい、というわけでね、次のレースが始まるまでカットします。点差はね、ちょっと開きました。で、最後のレース、ファイナルレースは 100cc のね、マリオサーキットやっていきましょう。打開ゲーだったと思います。はい。まあ、後ろから発進なんでアイテムを取りたかった。けどね、結構前が混戦のおかげでね、本当に一回ちょっと前に出ると、そのまま逃げ切ったりとかできるんで、と思って、前のね、お早い方はタッチを追いかけながらやっていっております。前がね、本当、あ、でも青チームがトレモロさん一人だったんで、助けながらと思いながら思ったんですけど、で、これね、4位で近畿の、もうこれ逃げますね。これは確実に前に出た方がいいと。ここはね、後ろの差が結構できちゃうと、逃げ切るっていうか打開も無理か、難しいんで、とりあえず逃げております。で、設置ですね。インコース。走れるかわからないですけど、インコース設置は、まあ、して、まあ、後ろのね、トレモノさんかな、多分、どうですかね。を助けていきたいと思っておりました。あとは自分で走っていくだけで、後ろ攻撃ですね。チームに当たらないように、攻撃してるんですけど、わかんないな。あの緑がどうなったの。で、3周目のね、設置をね、転がけていきましょう。さあさあさあ、後ろからの打開はなかなか来ないんで。で、ここですね。青の設置が結構あって。設置に設置を重ねていきました。けども、どうだったの、誰も当たってない感じはします。はい、とりあえず味方を助けるつもりで、いろいろ設置をして、接中してるんですけど、あ、最後トゲ食らった。さあ、でもね、この最後のサンダーがな、結構きつかったんですね。いやー、最後サンダーによってね、結構抜かされちゃったと思います。はい、というわけでね、今回、このグランプリで、このパートは終わりたいと思います。まあ、結果、チーム戦の方はね、41点でかなり良かったんですけど、チーム自体はね、若干負けちゃったんで、悔しかったですね。はい、というわけで、次のパートに行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また、次のパートでお会いしましょう。